タランチュラブラジルカオタランチュラコモリグモは、イタリアのターラントの町の近くで見られるコモリグモである。タランチュラという名称が最初に当てはめられたのは本種で、あるが、現在一般的にタランチュラと呼ばれることが多い大土グモかとは全く別の種である。伝統的な名神では、この蜘蛛に噛まれるとタランティズムと呼ばれる重い症状にかかると言われている。この蜘�は、 比較的大きく、メスは体長約27ミリメートル、オスは体長約19ミリメートルである。他の子守雲と同様に、卵が孵化すると、子供は母親の腹部に登り、独り立ちできるようになるまでその場所で過ごす。母親の保護から離れた後、子雲は分散し、巣穴を掘る。メスは一生をその巣穴で過ごすが、成熟したオスは穴から出て、 津害となるメスを探す。オスは2年程度の寿命を持ち、性的に成熟するとほどなくして死ぬ。メスは4年以上生きることができる。陶器には巣穴で冬眠する。夜行性であり、巣穴の入り口で餌を待ち伏せする。人間に興味を示して、手の上を歩き回るハエトリグモ等とは異なり、コモリグモは大きな動物が近づいてくるとすぐに逃げる。非常に目が良く。 逃げ足も早いため気づかれずに近づいて捕まえるのは困難である。人間が気づかずに子守雲と接触するということも滅多にない。この雲に噛まれた人間は死を免れるためにある種の踊りに来ると信じられている。この踊りはタランテラとして知られている。しかし実際はこの雲に噛まれても人間が重篤な症状を引き起こす。 ことはなく、命にも関わらないことが知られている。うずぐもか以外のすべてのクモが毒を持っている。毒はクモにとって獲物を殺し、また自身の身を守るのに重要である。蜘蛛の毒は、餌となる昆虫を殺すことに特化して進化しており、哺乳類に対しては全く別の効果を示すことが多い。子守蜘モ科の毒は人に対しては特に毒性がなく、蜂に刺されるほど痛くもない。 コモリグモの毒は毒性が弱く、また噛まれる機会も非常に小さいため、タランチュラコモリグモに噛まれた時の効果についてはあまり研究されていない。ライコザタランチュラカーセカ、ありがとうございます。